手羽、手羽、止め手羽、手羽、止め手羽、カリッとジューシー、止まらない、止めて手羽、最高金賞受賞、止め手羽。え、試合まだ終わってないですか今試合。ねえ、せいちゃん、ちょっと来て。せいちゃんどうぞ。いや、もうちょっと今日、TVTV 初の、あ、なんか話弾んでた？あ、もうすごい、はい。あの、わわね、ライトな、ライトな会話が。はい。いや、違うんです。僕は紹介していい子がいるんで。公開お見合い。さっき紹介していただいて、社長で、ぜひ、まあまあ、とりあえず、あ、ほんと。あ、ゲンさん。あ、噂のゲンさん。いや、ゲンさん知らないって言うから。いや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 、すみません、長崎まで来ないんですよ。いやいやいや、九州文化が違うんで、文化が。そうなの、鎖国。ほら、ゲンさん今、公開お見合いやってて、で、相方が今試合中で、終わったら多分戻ってきてくれると思うんだけど。あ、そう、ゲンちゃん。あ、じゃあ戻ってきたら、みんなはけましょう。いや、ちょっと待ってね、僕、かれこれ、30分近くいますよ、僕ここ2、30分。いや、そんなの余裕ですよ。いやいやいや、本当に。試合残ってないから、もうそのまま次、だって早くちょっと連れてきては、あのおひな様。いや、トリナード大好きです僕。でも原産知らないって言ってた。トリナード全然いいから。いやいや、ちょっと待って、すごい今ね、これ本当にね、歴史に残るような。でもね、あれ解説しないとね、はいはいはい、めっちゃ言われるからね。そうですよ、ちょっと解説しよう。あの、なんかちょっとすみません、あの、あと、独身ですか？独身ですよね。独身独身です。あ、独身2人いるんですか？ちょっと独身、どうですか？あ、じゃあ、いや社長、僕誰様に言う？あ、ダメよ、それはダメなんです、すいません。なんで？え？独身、だから今、なんか お母さんから早く結婚しなさい。何歳ですか？30なんですけど。あ、若いですね、意外に。いやいやいや、若く見られますよ、よく27、8。若い。あ、で、解説いらないよね、本当に。もうちょっと待って、これ3人でなんかこう番組作ったら面白そうくないですか？いやいや、あ、番組やし。いや、そうなんですよね。ちょっと僕、ダーツの番組作りたいんですよ。いや、そうじゃなくて、お見合い番組。お見合い番組、寝る時的な。俺のお見合い番組やしみたいな。社長のダメでしょ、そのだってみんな疲れてきてるね、後ろの2人が。いや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 。じゃあゆかりちゃん前に来て。いやいや、でもこれさ、でもさ、ここそうも、そういうアテンドしたら俺がとんでもない男と思われそうだから、まずはちょっと最初のね、はい、一本絞りで。みやびちゃん。みやびさん。あ、みやびちゃんっていう、すごいはんなりしたお名前なんですけど、はい。ああ。ゆかりちゃんいたのにさっき。ひかりちゃんすぐ逃げたよね。じゃあそのままあの試合の解説よろしくお願いします。ちょっと僕、はい、ちょっとよろしくお願いします。ダーツ前から。その後にみやびちゃん呼んできます。よろしくお願いします。あ、じゃあみやびちゃんと二人きりにしましょう。いや、さっきずっと待ってたんですよ、それ。ずっと二人きりだったんですよ。いい感じで言って。社長戻った。いい感じだった。あ、すごい弾みましたよ、話は。はい。なんか結構踏み込んだ話とかしてました、ね。どんな感じ？まあ、子供は2人が2人とか。あ、そうですね。なんかスポーツさせたいとか子供には。そこまで行ったの？あんまり。はい、そんなびっくり。そうですね。やっぱ一姫二太郎だよねみたいな話はしました。そこはした、そこまで行ったんだ。はいはい、すごい。嬉しい。そのみやびちゃんは何歳なんですか？あ、ですね、あんまりなんか言わないでくれみたいな。あ、年は？33歳。あ、いいじゃん、ちょ、年上いいじゃん。あ、年上好きなんですよ。でもしっかりしてるよ。すごい、なんかね。あれ、身持ちが硬い。嘘ついて、いや、嘘ついてじゃん。いや、絶対保証します。大丈夫ですか？絶対大丈夫。それはもうね、やっぱほら、ね、まあまあ、大丈夫。お墨付き。なかなかやっぱりそうです、ダーツ界隈だとですね。いやいや、そういうところがちょっと心配になるかなみたいな。そういうの聞いたこともない。もうみじんもない。それはそれでどうなんだろうって思って。いやいや、そうですよ、そうです。え、ダーツっていつ始めたんですか？あ、もう8年ぐらいになりますね。あ、そうなんですね、長いですね。長いです、はい、でもうまいっすよ。今日、西鉄平やっつけて、で、あ、しかも西鉄平を応援してるお店のオーナーです。
あ、スポンサーで。あ、そうですそうですそうです、スポンサー様。あ、すいません、そうなんです、たまたますいません、ちょっと僕もういいですよ。西テッペを応援してて、西テッペ多大に、あ、すみません、なんかもう帰って、え名前、西テッペを多大に応援しているトライデントってお店があって、すごいもう西テッペをもう一押しのお店、そう、西、あ、でもこれなんかね、いいかもしれないよね、もうに、うん、もう、え、名前なんですか、名前なんですか、名前、みやびちゃん、これはみやびちゃん、あ、女の子、僕は、彼の名前は長吉です、長吉、僕は長島、長島と思って、あの長島ってこう上手いわっつって長吉言ってた、でもダーツ8、待って、ダーツ8年してて、めちゃくちゃ上手い、で、長崎に住んでて、で、最近出たの、いやいや、でもちょっと待ってちゃんと聞こしとの話は、うん、え、長崎でダーツ始めて、大阪に出張行ってて、うん、で大阪でみんなといろんな友達ができて、でまた長崎、長崎に、戻ってきて、うん、でも栄転ですよ、エリートだから、長崎、東西南北のどっかの高校だから、うん、頭めちゃくちゃいい、そうなんですね、そうそうそう、だってあいつ長崎出身でうなずいてたから、長崎、長崎、長崎、佐世保だ、え、長崎なの、そうそう、おねち、でその西テッペを倒したわけ、うん、でディーブルもちょっと勝ちに来たでしょ、西テッペ倒されたわけなんです、いや全然見てないかも、トライデントさんも西テッペを応援しててそれはナイスですよね、ナイスですよね、で西テッペをボコボコにして、なんかなんかね、いいんじゃない、なんかもうなんか引いてるんだよね、いや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 、全然お見合いしてみやびちゃんに会って、そうですね、うん、今日はいいこと尽くし、とりあえずとりあえずとりあえずいいこと尽くしね、まあ、メールの交換ぐらいして、あ、そうですね、今度ダンス一緒、あ、今度さダブルスパートナーちょっとダブルス出たいですね、今度すいません、みやびちゃんとダブルス出たいって言ってます、あ、みやびちゃんと、はい、あ、次福岡大会出た、あ、だから一回お店に遊び行かせていただいて、そう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 、トライデントのお客さんなんですか、みやびちゃん、あ、トライデントのお客さんなんです、いや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 、やっぱりほら、いや僕先に言っちゃったから、いや僕言っちゃったからですね、え、オーナーちょっとあんまり僕のこと気に入ってないかもしれない、気に入ってないですよね、なんかこうしてる、めっちゃ頭いや、一番最初に話したんで秒で行っちゃった、とりあえずねいやいや、後ろ二人は素敵ですよ、お綺麗です、じゃあとりあえず後でまたここに来てくださいすいません、みやびちゃんと一緒で、あー、そう、帰りましょう、そう、そう、お願いしましょう、あー、いたたたた、あー、ティップが折れちゃった、そこでコンドルティップ有効成分、ちょうどいい硬さが硬すぎない最適なティップを実現してくれる、へー、ちょうどいい、コンドルティップ